広く王子城に探りながら、まあ、今のところ比較的魚の前に来れてるのかなっていう、あの釣りしてない時間結構、一周するとポイント見ながら回ると2時間ぐらいかかるんですけど、他のエリアでは全然イナコがいない。だから昨日の夕方までは、まあ、この湖全域にこんな感じでイナコがいるのかなと思ってたんですけど、むしろ何もいないところの方が多かったですね。だから意外とちゃんとしっかり自分の足で回って、今イナコが寄ってる場所がどこなのかっていう、でそのイナコが、まあ、何で動いてるのかってとこもできれば把握して、それでこう釣り組み立てていくと、なんとかボイルの前に立てるのかなという感じをちょっと、まあ昨日の夜やっと分かってきたって感じですかね。あの湖中ボイルしてるのかなって昨日の夕方ぐらい思ってたんですけど、昨日の夜ちょっと回ったら全然そんなことなくて、昨日の夜僕が入ったとこはものすごいボイルしてたんですけど、あの他にはほとんどなかったです。 1,2 箇所似たようなとこがあったぐらいで、あのベイトもいないんですよね。だからああなるほどなーっていうとこと、まあ、あとはそういう場所しっかり立ったら今度は食わせるテクですけど、今日なのかいつもなのか分かんないけど、水面の比較的早い、水面に潜らせると全然食わないんだけど、水面早いスピードで巻いてると結構反応しますね。よくペンシルであのシャカシャカこう動かしながらやってきても同じような反応取れるんですけど、まあ乗らないっていうのが多いんで、今回もなんとか今針かかりましたけど、すれがかりだし、口にかかるスピードっていうのはもうちょい遅い方がいいんですよね。なかなかそのスピードだと出ないんですよね。昨日の夜ボイルの横相当通したんだけど出ない。よし、ああ花のない、今出ましたね。ああでも断然反応させられてるから、これ水面が静かになったのが一番大きいな。昨日もちょっとパターン見えてくるまで、でもこれぐらいのスピードは結構試してたから、ただこの夜明けが始まるタイミングでまた風が吹くんだね。これも昨日と一緒、昨日はこれぐらいのタイミングで入ってきたんですよね。あのここにね、水面が騒がしくなってきた風で、怖え、何がいいんだよ、何がいいんだよこん中、あ今鳥肌が取った。背後の足の中から不気味な捕食音がした。大型のシーバスか、それともこの中に80-90とかメーター近いのが入ってんのかな。よしよし、さあイナコ出てきた。第2弾大規模ですね。左斜め前ですね。サル合わせて合ってない、釣れた。どうやら続々とイナッコが足から出てきているようだ。チャンスか。ほらほら、続々出てきますよ。すごいな、こ
これが火沼か。よし、あー飲んだ、くそー、完璧に走ったのにドカーンって出ましたけど、まだ、まだ大丈夫。ここでもまた一歩近づいている。もう少しだ。なるほど。これはね、さっき草の中探してたんだけどいないんだよね。第4弾スタート。すごい数だな。で、一回出てたんだけど、なんか、なんですかね、どんな理由か分かんないけど、戻ってきたやつらもいて。次第に空が明るくなってくると、イナッコが大きな群れとなって戻ってきた。ここにスズキはついてないのかな、ついてんのかな。夜が明け、再びボイルが多かったピンスポットを狙ってみる。早めの引き波。あー、また飲んで、畜生、本当に飲んないね。反応取ってんだけどな。確実これが一番反応は出てますね。ちょっとかかりづらいやり方だけど、他のね、何やっても出ないんですよ。横にいる木村君も何やっても、他沈めたらもう全然ダメって言うんで。どうも昨日いろいろやってるうちに、なんかこう水面引き波はもう絶対条件で、少しでも早く、だけどこうバッチャバチャやっちゃダメで、本当に水面ギリギリっていうのがいいですね。ああ、再び反応するが一瞬かかりましたけど、なかなかかからない。難しい。3日目の夕間詰め、この日は対岸エリアへ移動。まずはイナッコの有無を確認。どのタイミングにシーバスが捕食を始めるのか釣りをしながら待つ。ルアーのすね込んでいきます。さっきの明るい時よりでかくなったかもしれないんで、ちょっとルアーを大きくして13センチ。この辺りのイナッコは一回り大きいため、ルアーもサイズアップ。13センチのシンキングペンシルで様子を見る。ぐらいのところまでスズキも入ってきました。どうやら近くにシーバスがいるようだ。あ、違う、このサイズ、やっぱちょっと9センチのガボッツよりでかいですよね。だからスネコンと同じぐらいのサイズですよね。もうちょっと大きくてもいいぐらい。東京湾奥
僕のホームグラウンドはやっぱ稲子がすごいいるエリアで、まあ、全国的にね稲子あちこちいますけど、まあ、東京はもたくさんいるので、僕の中ではすごい稲子攻略ゲームってすごい得意な自信があるんですけど通用しませんね。なんとか反応取れてるだけマシなのかもしれないけど。確かに惜しい反応はいくつもある。しかしなかなかヒットに持ち込めない。苦肉の策、一度撮影用のライトを消してアプローチしてみる。よし、来た、よし来た。ここで狙い通りヒット。ライトを消したことでイナッコの群れをダイレクトに狙うことができた。いやジャーキングでしたね。 S 字のダーティング、かなりワイド幅に散らして、ダメかなと思ってたけどよかった。さあ絶対取るぞ。やったあー長かった。あー面白い。もう5メ、そこ3、自分のね 4,5 メーター手前でした。水面直下でもないな、20センチぐらい下をもうこのスネコンを飛ばして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 ってやって、こうやってね夜のデイだとね、こういうのワインドみたいなあのルアー飛ばしていくのありで、夜はねあんまり一般的じゃなかったんですけど、本当最近ここ 1,2 年ですよ、あのジョイント系のねルアーなんかが出て S 字系、まあ、あれ表層を出ろって引くんですけど、結構シンキングのやつを飛ばしたりして釣ってる人が、特にここ日沼ですごい多いって聞いたんで、よしよしよし、重い、いいサイズ、おおっ間に合いました。本当ね、僕釣りビジョンさんのロケ中ライト消したのもう何年ぶり、7年、7、8年絶対ライト消さないでやってきたんですけど、今回だけはちょっと どうしてもですね、稲子の位置がこのバッテラーの中で釣りしてると見えないので、ちょっと消させていただきました。だけど、まあ、パターンとしてはやっぱり稲子が鈴木に明らかに追われて集まったとこにこのスネコンを入れて、そのこの群れの中を、まあ、ジャーキングですねして、で結構左右にこう飛ばして、水中ドッグウォーキングみたいなイメージですね。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。